おはようございます。やんちゃです。2022年3月27日日曜日の朝です。よいしょ、タイマー。はい、ふぅ。今日のコーヒー今日のコーヒーなんですけど、新しい豆になっていて、ラスフローレスホンジュラスさん、いつもよりちょっと浅入りですかね。ロースト6ってことは、すごいすごい酸味がなんかちょっと前に、昨日か一昨日に、ハスブレンド、今まで飲んできたコーヒー豆の余りを溜めておいたやつを引いて入れてみたみたいなやつを飲んで、まあ、たまには酸味のあるやつもいいかなっていう気持ちになったんで、ちょっと酸味の強そうなやつを買ってきて飲んでます。まあ実際そうですね、実際めちゃくちゃ酸味が、どれどれ、フローラルな明るい香りと多層的な風味カカオやキャラメルのような後味、せやろかなだらかな丘と多様な草花、温泉もある豊かな自然、環境との共存を目指した農薬を使わない有機栽培。はあ、なるほど。そうなんだでもまあまあうまいですね。お、鳥が。だんだん鳥がわしを恐れなくなってきてますねすぐ近くをうろうろし始めて。はあ、今日めちゃくちゃ暖かいですね。完璧な気温ですねこれだよこれ。19度、しかもそんなに日差しが強くない。いやー、完璧だ。完璧なんですけど、そんなに長いできなくて、あと40分後にはマンションの管理組合の理事会があって、それが終わったらあれですね、バーチャロンの大会タニタカップだから、とりあえずこれが終わったら部屋に戻って編集しつつプレステ4のセットアップをして、で、あとなんだっけ、あとなんか理事長印を押さなきゃいけない書類がいくつかあるから、それをポンポンポンってやってっていうのを20分で済ませて1階の集会室に行かなきゃいけないですね。結構忙しい。で、ちょっと巻きでお願いしますって言って、多分10時55分ぐらいに終わって、で、ダダダって帰ってきたら、すぐにタニタカップと。はぁ、あ。そしてそれが終わったら、舎人公園に散歩に行きます。はぁ、あ、今日は、はい。すごい、すごいあれですね。忙しいですね。昨日行って、宣言してた通りコーヒー豆を買うっていうのをちゃんと達成しました。北千住のなんだ谷中コーヒーに行ってきました。なんかね、区役所の方にも豆屋さんがあるっていうのを前に調べたから、あっちの方まで自転車なりバイクなりで行って買ってきてもいいんですけど、どうしてもね、どうしてもめんどくさくて北千住に行く方が楽っていう、しょうがないですね。でもそれは、いや、というのもなんか昨日はなんか長男の卒業祝いってことで、なんかかねてより長男が食べたいって言ってたステーキを食べに行こうってことで、いきなりステーキに行ってきました。で、なんか今回はかみさんがお金を出すっていうから、調子に乗ってめちゃくちゃいっぱい食べてきました。
なんかだから長男はわしと同じものって言ってヒレ300 そしてご飯大盛り。なんかわしも釣られてご飯大盛りにしてしまったんですけど、それをねやめるべきだったねいやでもそんなに腹いっぱいっていうほどでもなかった別にね。いやーすごかった。なんか長男はね結構もうバリバリ飯を食うっていうか、この春から中学生になるわけですけど、なんか異常な成長してて、なんかもう靴のサイズが28とかになっててわしを超えてるんですよね意味がわからないんですけど、靴のサイズはね28で止めといた方がいいよ止めらんないとは思うけど、いざ成長するとなったら28までですからね、だいたいね靴屋で売ってんのだ。29とか30とかになってくると、あのでかいサイズの専門店みたいなのに行かないと買えなくなっちゃうから、あのいろんな靴の選択肢がね狭まるっていうか、あのバスケットシューズしか買えませんみたいなそういうことになってしまうんでね、うん、どうなるんだろう。なんか話に聞いたところによると、最近の子供は足がでかいらしいって言うんですけどそんなことあります？政府統計とかで最近の子供の発育は昔と比べてどうかっていうのを一応調べることできますけど、学校のその身体測定とかで情報収集してると思うんですけど、学校の身体測定で足のサイズとか靴のサイズ何センチの履いてるかとかっていう情報って集めてないっぽいんで、政府統計に出てこないんですよね。だから基本的には身長との相関だとは思うんですけど、まあ当然50年前と今とを比べると身長とかの平均は伸びてるから、まあ、靴のサイズが伸びててもおかしくはないんですけど、それにしてもねすごいなっていう。わしだからいきなり、まあ一応話を戻すと、いきなりステーキまあ食べはしましたけど、いくらかかったか分かってないですね。なんか5人でいきなりステーキに行くことなんかないから、うん、はい。というわけでね、北千住のいきなりステーキに行ったから、まあ、ついでに北千住の豆屋さんで豆を買ったということですね。ふぅ。で昨日なんかやんなきゃいけないことなんかありましたっけっていうんでちょっと必死に思い出したところ、うちの母とか子供たちとかみんなスマホですね、スマホみんな iPhone SE なんですけど、その iPhone SE に刺さってる SIM の回線を全部 LINE モに移行しようっていうのを忘れてて、それをやろうかなと思ってやってました。で、まず長女の回線が楽天モバイルだったんですね。なんで楽天モバイルの楽天の管理画面からモバイルナンバーポータビリティ番号の発行申し込みみたいなのをやって、まあ、その場で発行されたので、その番号を使ってまず LINE モに申し込みましたと。でこれで1個済みと。で末っ子は最初から LINE もだからもう OK と。であとはその母と長男の分の、回線、現在 LINE モバイルなんですね。 LINE モバイルが2回線あって、それを LINE もに移行するというタスクがあるわけなんですけど、なんか今 LINE モバイルから LINE もになんかモバイルナンバーポータビリティで移行すると13ヶ月間無料やばいなと思って、うん、まあ、今なんか990円のなんだっけ3ギガのミニプランっていうやつなんですけど、これ
ちゃんとその音声回線付きで990円で3ギガでっていうんで、しかもその LINE のカウントフリーがついてるので、まあ、現在利用用途がほぼ LINE なので、これはいいよねってことで LINE モバイルにしてるわけですけど、その LINE モバイルと全くほぼ条件変わらずに、その単にキャリアが LINE モになるだけっていう意向なので、それでね、13ヶ月間990円割引っていう、まあ、つまり0円なわけですけど、これはでかい。しかも2回線だから1980円が13ヶ月間浮く。いやー、太っ腹ですね。そんなに LINE モバイルを消滅させたいかっていうまあ実際ね、似たようなキャリアを2つ持っててもしょうがないでしょうから、消したいんでしょうけど、うん、あれですね。で、その LINE モバイルのモバイルナンバーポータビリティの番号、あの番号を保ったままキャリアを変えるための番号っていうのを発行してもらう必要があるんですけど、ウェブから申し込んだら、なんかその場では、はい受け付けましたっていう画面が出て、はい受け付けましたじゃなくて番号を出してくれよっていう全然番号出てこなくて、あのそのうち送るから待っててねみたいなメールが送られてきて、いや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 、楽天は1秒で来たやろみたいなそうどんだけ渡すのかも分かんないし、いつまでに来るとかも全然ないから、ちょっとゴールが分かんないんですけど、なんかツイッターとかで調べると LINE モバイルの公式アカウントが、うん、通常であれば10分から3日間ですねとかって言ってて、10分から3日間ってどういうことその10分から3日間ってすごいよねっていう、なんかわしもそうやって生きていきたいな。なんかやります、なんか10分から3日間の間でやりますみたいなうん、どうなんだろう、もしかして土日休みとかっていう偉い状態なのかな。なんか人力でやっていて土日祝休みだから、まあ、営業日換算で何時間みたいなリミットをかけるんだけど、営業日換算だから間が3日その休みが入ってたりすると3日空くかもしれないから3日間とか言ってんのかな。いやー、どうなんいや、いいんですけど、そんなにね急いでないんで。ただ急いでないとはいえ、そのさっき言ってたそのなんだ13ヶ月間無料になるみたいなキャンペーンが確か3月末までに申し込まないといけない気がするんで、間に合うがギリですよね。3日間、29日とかにモバイルナンバーポータビリティ番号が発行されて、ちゃんと29日に申し込めればいいけど、ちょっともたもたしてたらもう月超えちゃいますよね。あまあ、ちなみにまだ来てないよな。どうかな、こうしてる間にもう来ているとか。来てない来てないですね。はい、まあそうなりますよね。あと何分ぐらいかな、こんなもんか。まあ、というわけなんで、モバイルナンバーポータビリティ番号が来たら速やかに申し込もうかなと思います。なんかすごい日差し強くないなんかさっきめっちゃ曇っててちょうどいいと思ってたけど、めちゃくちゃ暑くなってきたぞいやー、でも懐かしいな。なんか9月とかにやんちゃクラブやってた頃ってこんな感じだったんですよ、うん、かなり日差しが強くて、まあ、だから帽子をかぶり始めたっていうねのがあるわけですよ。あ、そうそう、昨日ね北千住行ったんで、あのハンズに寄ってあのサングラスとか見てきました。で、あのコメント欄で、あのオーバーグラスっていうジャンルがあるらしいというのを聞いて、あのメガネの上からかけるサングラスだからなんかちょっと奥行きがあって
でかくてボコッとこうメガネを包み込むような形でかけられるメガネっていうのがあるみたいで、まあ、それちょっと見てきましたけど、なんか確かにあのメガネの上からかけられるんですけど、なんか視界が狭まるっていうかあの覆いかぶさるみたいな感じだから、なんかこういう部分があって、わしなんかあんまり視界が狭まるの好きじゃないんですよねなんかわがままなんですけど、なんかできるだけ視界はあのこう遮られたくないっていう気持ちがあるので、ちょっとオーバーグラスはそのこのヘリの部分がないやつがあればいいかもしれないですね、まあ、そのハンズにはそういうのはなかったんで、ちょっともうちょっと探してみる必要あるかなと思います。どうかな、今日舎人公園に散歩に行くわけですけど、途中にメガネ屋さんとかねあれば少し寄ってみてもいいかもしれない。どうですかね、今日桜咲いたりしてますかね。先週は全然でしたけど、まあ今日もねまだ咲いてたとしても満開とかではないでしょうけど、さすがにちらほら咲いてるんじゃないんですか。咲いてて欲しいですね。まあ今日咲いてないにしてもね、来週満開ぐらいですか、じゃあ。よいしょ。はあ、今日はな、本当に時間の余裕がないから、なんか、キューブが長引いて、ちょっと、収録時間が25分になっちゃいましたとかもあんまり許されないぐらいタイトですね。とはいえ、まあ、あと3分あるんでね。3分間おしゃべりキューブをしよう。おしゃべりキューブね。おしゃべりキューブ大会、やりたい。おしゃべりキューブ大会っていうか、まあ、やんちゃクラブオフ会ですよね。よいしょ。なんかマンボウが開けて久しいわけですけど、感染者数全然ウォッチしてませんが、どうですか最近は。もう去年の年末ぐらいまで落ち着きましたかね。なんか去年の年末とかすごくなかったですか。なんか東京の新規感染者数とかなんか5人とか10人とかまで減ってませんでした。それはちょっと大げさか。でもなんかもうこれほぼ収束じゃんみたいな状態まで抑え込んでた気がするんですけど、それがねなんか何万人みたいな感じに爆発して第6波で、でまた収まってきたわけですよね。なんかね5、6千ぐらいまで落ちてきたところまでは見たんですよね、東京の1日の新規感染者数。どうでしょうね、そろそろ3000ぐらいまで落ちてきました。なんかね身の回りであんまり感染者数っていうか、あの身近な人の感染の報告を聞かなくなりましたんでね、最近ね収まってきたのかな。あと学校も春休みに入ったんで、それもでかいと思いますよ。何しろ小学校からね毎日のようにねメールが来て、あの今日の感染者数は何人でしたとか、まあ、せいぜいね500人とかしかねいない学校でね、その感染者数が毎日1人とか2人とか多い日は5人とかね出てたわけですからね、そりゃ東京都全体で見たらそんだけ行くよなっていう。まあそんな学校がね今春休みに入ってるんで、それで落ち着くかもしれないですね。いやよくね、いや分かりますけど、よくその通わせてたなって。うちは完全にリモートにしてましたけど、リモートじゃなくて学校に行かせるっていう選択はなかなか大変だと思うんですけどね。ただまあリモートもね授業が不完全になっちゃうんで、どうしても
手当てをしないと危ない気はしますね。なんか勉強置いてかれるとかあり得る、うん、一度置いてかれるとね結構厳しいものがあるっていうか、うん、取り戻すの大変だから、ちゃんと家でケアできる場合じゃないとリモート授業選びづらいっていうのは分かります。よし終わりだ、よし揃った、よし、じゃあ今日はもうこの後バタバタバタって感じですけど、はい、頑張ります。バイバイ。